ウィル・ハリッチ・ウィル・ハリッジはメジャーリーグのアメリカンリーグ第三代会長。1883年イリノイ州シカゴ生まれ。1931年から1958年まで28年間アメリカンリーグ会長職を務めた。もともとハリッジは鉄道ギップ販売人をしていてアメリカンリーグの野球チームの移動に関わる様々な旅行手配の業務をこなしていた。 1911年に当時アメリカンリーグ代表だったバン・ジョンソンがハリッチを秘書として雇ったのがリーグと関わるきっかけになった。ハリッチは1927年までジョンソンの秘書を務めていたが、ジョンソンの後にリーグ会長に就任したイエス・バーナードが1931年に他界するとその後継者として指名され、